今日も続けて人の働きの箇所から一緒に学んでいければと思います。先週、皆さんメッセージ覚えていらっしゃいますでしょうかパオロとバルナバが言い,い争いになってしまって結局別々の道に行ってしまったという話を先週しました。皆さん大体いいビジネスパートナーが衝突してそれぞれの道にも行きますとなったときに それぞれ内心何を思っていると思いますかビジネスパートナーと喧嘩してそれぞれの道にいた内心何を思いますかお前より成功してやるぞっていう心があると思います内心言わないかもしれないですけどあなたより私の方が成功するからねっていう思いになると思います男女が別れると離婚してもそうなんですけど離婚したり男女が別れるとそれぞれ内心何を思いますか普通の人だったら あなたよりもっとましな人を見つけるからねっていうふうに大体思いますあなたらスペックの良い男性を見つけるときあなたよりか可愛い女性を見つけるというような内心そういう思いがあります牧師同士がぶつかるとどうなりますか牧師同士が喧嘩をして別れると内心どんなことが働くでしょうか私の告白ではありませんけれども正直牧師ならこういう思いが出ると思います あなたより私の方がもっと大きな働きをこれからするからねそしてなんか働き始めるんだけど自分の働きがあまりにも小さいと人数が小さいとそれでも私の方が意味のある働きをしてるんだからねっていうそういう意味そういう思いになります内心これがで仕事をなんかやれビジネスパートだよ牧師同士もそうなんですけど自分がやってる仕事がうまくいかないとどうなりますかすごく焦ります えこう離れて私の方がうまくいくぞっていうやる気満々で言ったんだけどうまくいかないすごく焦るわけです自分も知らないうちに頑張ってそのイライラが積もる時もあればがむしゃらに頑張ってしまう傾向が出るかもしれませんで先週バルナバとパウロがちょうど離れて別々の道行きますけれども今日の箇所を見ると16章からはパウロの選挙旅行について語られる箇所が出ます 今日の箇所では神様がどういう働きをしてくださるかというとパウロに対して宣教に関してはあなた自身が主導権を握っているのではなくて主導権は精霊様にあるのですよというのを今日教えられるところですそしてパウロがそれを通して学んでいきますけれどもそして神様が関係に疲れているはずのパウロに慰めを与えてくださるというのが今日の 箇所の流れになりますなのでそれを通して与えられる信仰の自由とその心理的な解放っていうのを結論として一緒に今日考える時間を持てればと思います今日の箇所16章を一緒に見ていきたいんですがバルナバと喧嘩をしたパウロが衝突があって最後は先週のメッセージので最終的には関係は 回復に向かっていったと思うんですけれども少し気が重くなったパオロが選挙旅行に出かけますそして今日は3つのポイントで今日の箇所を見ていきたいんですがまず1つ目がパオロに新しいチームメイトたちが与えられます今日16章でそして2番目に精霊の導きがあります精霊がストップをかけたりまた行かせるというのを今日経験しますそして3番目にピリピでの 新しいい出会いがありますその3つを今日一緒に見たいと思いますまずは新しく得られたチームメートたちを見ます一説から見ますとパオロが戻った行き先なんですが見るとデルベにそしてリステラというところに行きますリステラは皆さん覚えてますかどんな場所だったのかパオロが1回目に行った時に石打ちにされたのがこのリステラという町です 戻戻りりたたたくなななかかっっもしれない戻った場所になりますねそこで思いもかけない自分は期待していなかったそこで実ったその実りを見ることになりますそこで出会ったのがテモテという青年でありましたテモテはお父さんはギリシャ人であってお母さんがユダヤ人の青年でありましたそして母がクリスチャンになった人ですねでおばあちゃんの名前が聖書にも ユニスとロイスがおばあちゃんでお母さんがユニスという人だったんですが彼女たちが先に信じてそして孫である息子であるテモテがその後に信じたということですこれは彼女たちはおそらくパウロが1回目にリステラを訪れた時に福音を述べ伝えた時に信じたであろうという女性たちですそこからおばあちゃん母親そして孫息子が イエスを信じたという先ほどのサリーさんの話にも子どもたちに信仰を受け継がせましょうというあの事前に打ち合わせなど全くしてなかったんですけどたまたま今日の箇所でそういう話があります。手モテがそのように信仰を受け継いですごい信仰深い人になった2節を見てください彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間でクリスチャンの間で評判の良い人であった。 まあ、見れば2代目、3代目の手モテが信仰の評判がとても良かったみんなが彼を考え褒める手モテを褒めてあげるああ私、今までまあ牧師の息子として育ってますけれども周りに牧師の息子たち宣教師の息子たちをたくさん見てきましたでいいケースと残念なケースがあるんですねいいケースも,ものすごくあるんです残念なケースの方が割合は多いかもしれないです。 で面白いことに、まあ、韓国のクリスチャンも数名いますけれども、韓国でそのクリスチャンホーム育ちの人たちのことをモテ信仰者っていうんですね。モテっていう韓国語の単語が母の体内っていう意味ですモテ。母の体内から信仰を持って生まれましたって、モテ信仰者。でもモテっていう単語が実は韓国語であできないとかだめなっていう意味があるんですよモテ なので、最近はジョークでよくこの2代目、3代目のクリスチャン、本当に信仰ダメだねということで、モテ信仰、本当にダメな信仰者たちだねていう、そういうふうに言われる時代になってしまいましたけれども、大体2代目から信仰が薄れてきて、3代目、教会1回から4代目はイエス・キリスト、誰も知らないというような、そういう感じになる場合が残念ながらあります。テモテの場合は、例外ですよ。テモテは、うまくいったケースです。 あまりにも信仰が良いのでパオロは彼をリクルートしようとします。こういう青年がうちの選挙チームに必要であるというようにぜひ連れていきましょう。第二テモテを見るとそのテモテについてこう書いてあります。1章5節 私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初、あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。なので、手テが非常に信仰が良かったとっいうのをここでパウロがもう一度挙げていますね。3章14節と15節でも手テの信仰を見てください。第2手テの3章14、15節。 けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいあなたは自分が誰から学んだのを知っておりまた自分が幼い頃から聖書に慕んできたことを知っているからです聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができますなので手モテの場合はちっちゃい時から聖書を学んでそのまままっすぐに育ちました 変な方向に行かずにまっすぐ揃えちました。なので、私たちが皆さん一番好む。あの証って何ですか？どんな証が好きですか？もっと不良がね。改心してイエスキリストを信じるようになってすごい情熱を持って信じる。そういう証すきで、私も個人的には好きなんですけども。 本当にもしかすると本当に恵み深い神様本当に感謝しますという証っというのは私、小さい時から聖書を学んで一度も教会離れたことなか真っすぐに神様を愛する人として育ちました神様、感謝します私も一度も教会離れた経験ないんですけれども感謝のことです手も手がそうでありました小さい時からそのまま育っていった子どもたちが聖書を通して福音を学び 聖書知識だけではなくてこの2節にあるように本当に信仰を生きたという信仰者になるということは本当に感謝です今日の箇所に戻って続けて3節を見てくださいパウルはこのテモテを連れて行きたかったそれでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた彼の父親がギリシャ人であることをみんなが知っていたからである こう3節見るようにもうすでに人の働き15章で違法人のクリスチャンは割れを受ける必要はありませんというのは決定しましたもう決められたことですでもなぜかここでハーフユダヤ人ハーフギリシャ人の手も手が割れを受けていますこれどういうことですか3節にも書いてありますがユダヤ人たちのために彼を割れを受けさせたということです 選挙旅行で続けてユダヤ人たちの宮街道を訪れるかもしれないユダヤ人たちと交わりを持つかもしれないそういえばテモテ君はハーフあのユダヤ人なんだけどカツレ受けていますかっていうふうに聞かれるかもしれないもちろん救いにおいては全然関係のない話ですただもっと伝道する機会ユダヤ人たちへのそれを思ってパウロはここでテモテにカツレを授けます その判断で,でここで手も手が選挙チームに加わりますなのでパウロの2回目の選挙旅行に彼が同行していきますそして今日のメッセージの2番目のポイントに行く前にもう1人今日16章でチームメイトが新しく与えられていますけれども皆さん気づきましたか新しいチームメートもう1人気づいた人どれだけいますか 16章をさっき読みながら、あ、この人も加わった誰が加わりましたか ?6 節見てください。今日の箇所の6節を見ると、6節見られますか彼らという,ふうに出ます。主語が。見てください。それから彼らは英語でも「they」という,ふうに出ます。彼らが言った。 ずっと話をそのように続けてきます。でも、10節を見てください。10節を見ると、私たちはっていう,うに出てきます。私たちは直ちに。パウロがこの幻を見たときに、私たちは直ちに。主語が変わっています。彼らではなくて、私たちに。でではなくて、ウィに変わっています。なので、ここで誰が加わったかというと、自己紹介も何もなく、ルカ、この 人の働きを書いた著者であるルカが加わっているのを知ることができます。皆さん、ルカはどんな人でしたかコロサイ4章を見ると、お医者さんであったということが分かります。医者であります、ルカは。で彼が医者だったんですが、あ当時ギリシャの方にピリピという町後から出てくるんですが、ピリピに有名なあ医療を教える学校があったんだそうです。お医者さんたちの学校があって、 おそらくこのルカはそこの出身であっただろうといううに多くの学者たちに言われています。そしてこの人のあたりに書いたのがルカなんですがピリピを紹介するときにとても誇らしげにピリピを紹介します。この主要な町というのに。なのでルカはピリピ出身だっただろうというのによく言われます。で皆さん考えてください。今ルカがチームメイトとして加わりました。私たちはこれから出てきますよう,うに。パウロにとって 成熟したリーダーのシラスが先週加わりましたね若いテモテそしてこのルカお医者さんが選挙チームに加わりましたなんかドリームチームのようになってきていますバルナバとは離れたんだけれどももっと良い新しいチームメイトを神様が与えてくださっていますそして2番目のポイントをいきましょう精霊様が主導権を握っているというところです先ほどちょっとルカのところを チームメイトを見たんですが巻き戻して6節に行ってまた続きません。6節からそれから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので古着はガリラヤの地方を通っていったこうしてミシアの近くまで来た時ピリニアに進もうとしたがイエスの御霊がそれを許されなかった それでミシアを通ってトロアスに下ったここで見ると神様が精霊様がそっちには行ってはならないというサインを下さったというのを見ることができます6節もそうですし7節でもそう書いてあります繰り返しイエスの御霊がそれを許されなかったここに出るアジアというのは中国とかこちらの東アジアの方ではありません 当時ここでアジアっていうのは今トルコの西海岸のことを言いますヨーロッパに行く手前のところのアジアっていう,うに小アジアですねそれを意味していますでそこにはエペソとかコロサイとかという主要都市がありますけれどももともとパウロはそこに2回目の選挙旅行そこに行こうというふうに思ってたと思いますでも精霊様がそれを許されなかった精霊様がそれをどう語りますか そっちに行かないで。どんこだで終えて、セール様どうおっしゃられますか、うん、いろんなやり方があると思います。聖書には実際にパウロがどのようにその見声を聞いたっていうのは出てこないです。ただ、直接語られた場合もあります。直接語られたかもしれません。予言者を通してそっちに行ってはならないというふうに。それも十分ありえます。 そして聖霊様の見加えを聞くときにもう一つ私たちもこういうふうに見極めることができると思うんですが世界情勢や状況を通して聖霊様がそちらに行ってはならないというサインをくださるときがあります皆さんも本当に神様の見心がどこにあるのか聖霊様が行きなさいそっちはだめだというおっしゃるのはどう見極めますか状況を通して見極めます 有名な宣教師の中でデビッド・リビングストーンという宣教師がいましたアフリカでは伝説的な宣教師として知られていますデビッド・リビングストーンという人はで彼は実は中国の宣教師として行きたかったんですね中国へ長年中国に行く準備をしてたんだけども1840年代に中国に行こうと思ったらアヘン戦争が起きてしまうんですね中国の方でそして 結局はアフリカの方に向かっていきます。道が閉ざされたということです。精霊様がそっちは行くなというサインですよね。そういうふうになる場合があります。で実際私の友達の中にも、中国で長年働きを10年ぐらい牧をした人がビザ更新できずに出てしまったというケースがあります。教会の働きをしながら。ビザが出ないとなれば選挙も何もできないです。精霊様が道を閉ざされたということです。 状況世界情勢によって精霊様がノーと言われる場合があるということですそしてもう一つの場合あるんですがこれ選挙師とか牧師にもよくこれ言われていることなんですが選挙の働きの中でお金が尽きることがありますそれも一つのサインです NCC 東京は始まっても9年経ってますけれども ちょうど4年前にコロナの年4年前に礼拝4ヶ月ぐらい休んだんですかねその時に初めて教会で金銭的にすごい難しくなった時期があったんですねでその時に,、まあ、にそれが2020年でその翌年が21年だったんですが私が正体キリスト教,教会と一緒にやってた時にそこを退任してこちらだけを墓会しますとなった時に私が祈ってた祈りっていうのは神様 神様が続けさせてくださるまでという祈りがありました。神様が許してくださるところまで私は行きますという祈りがありました。人が残らなかったら働きできないですよ。よ教会の働き続かないです。お金が尽きても教会の働き止まります。どちらが先に来るかですけれども、神様が許されるところまで,で。 ある場合は精霊様がそれらの状況を通して教えてくださいますそしたら別方向に神様は向けさせてくださるということですそういうふうに精霊様の導きを見極めることができますそしてもう一つ言えるのは何かを決めるときに心の平安がないときがあります どんなに祈っても、信仰の先輩たちにどんなに話をしても、これ平安じゃない、something's not right、これどっかちょっと合ってないよねっていう時があります。この仕事どうかな、でもこの仕事を持つと私が10年後にどんな信仰生活してるから、これちょっと違うよねっそういう時あります。聖霊様がノーと言われてる時かもしれないです。で、平安がないのであれば、もう一度祈る必要があります、その決断について。そして周りの信仰、自分がリスペクトをしている。 先輩たちの聞く必要がありません。精霊様がノーと言ってるかもしれないですなので結局今日この6節、7節では精霊様がパウロに対してそのアジア地方はまだ行かないでくれというノーのサインを与えられません。なぜパウロを止められるのかルカに出会わせるダめでしょうかかもしれないですね。ルカ いいお医者さんがいるので出会わせたいかもしれません。でもその後に9節から幻が続きます。9節見てください。その世で、その世、パウロは幻を見た。1人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。ここでマケドニア人の幻を見ます。 すごいランダムなんですが、地図、出ますかね、地図、これ、2回目の選挙旅行の地図です。ここから出発していますね。アンティオキオから出発して大陸を渡っていきますけれども、小アジアっていうのがここです。でも、もともとはエペソとかコロサイとか行けたんですけれども、 聖霊様が行くなって言ったのでトロワスというところに行きますね。港町の方にトロワスに行って、そして海を渡ってピリピ、ネアポリスとかピリピがあります。マケドニアっていうのはヨーロッパです。私、東洋人からしてみるば全部一緒じゃないと見えますけれども、実はここ、今現代のトルコで、向こうの方はもうギリシャに渡るヨーロッパの方なんですね。マケドニアはヨーロッパ人です。が幻に出てきた。 私たちを助けてくれという幻を見ます。そしてその後見てください、10節見てください。パオロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼に福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。 幻を見て、選挙チーム少なくとも4人いたんですが、彼らがこれを話し合います。そして、確信が与えられます。確信。英語の表現だと、We concluded.Concluding。ギリシャ語のもともとの聖書、ギリシャ語で見ても、どういう意味かというと、一致して結論づけたという意味です。この単語は。一緒に同じ心で結論に至った。 なので1人がただ夢見て神様がこうおっしゃられているのかなだけではなくてこの選挙チームの人々が集まって今、身動き取れない状況、小アジアには行けずにマケたニアの幻を見させてくださったのは神様がきっと私たちをそっち方面に導いておられるのですねというのを自分たちで結論づけた、確信したということです。神様の飯ですっていう風に 神様のメシの場合、ある時には、一人で決めるんではなくて、数名、そして共同体で一緒に決められることがよくあります、このように。私が牧師になりたいですとか、宣教師になりたいです。自分で手を挙げることはできます。でもそれが本当に精霊様の声なのかどうかというのは、あなたと共に私もそう思います。I agree という人たちが出てくるときにそれを。 確信すすることができます本当にそうですね。聖霊様があなたを導いてくださっていますね。信玄16章9節を見るとこういう箇所がありますね。信玄16章9節。人は心に自分の道を思い巡らすしかし、主が 人の歩みを確かにされるパウロたちにも同じことが起きています精霊様がその状況を通してその見越えを見極めさせて召してくださるそっち方面に行きますなのでその主導権が全て精霊様にあったというのを見ることができますそして今日3番目の最後のポイントを見ていきますねそしてこの飯をいただいて向かったのが ピピリピという町ですここであった小さな出会い小さき出会いあ11節12節を1112を見るとピリピに行ったという,ふうにありますでこの幻を見せられたのですごいワクワクしたと思うんですね どんなことがあるかな神様、こんな幻まで見せてくださいって状況もこういう状況にさせて私たちがピリピに行くんだからなんか大きな出会いがあるのか素敵な出会いがあるのかなと思いますけれどもそのピリピに行くんですが13節見てくださいピリピに到着してちなみにピリピはすごい大きな都会です12節にも出ているように主要都市です アレクサンダー王のお父さんの名前がピリピなのでその名前をつけたというアレクサンダー王が王だった時にはここはギリシャの首都だったんですねピリピはすごいワクワクしながらここに来ていますパウロたち13節見てください、うん、そして安息日に土曜日になって私たちは町の門の外に出て祈り,場から祈り場があると思われた川岸に行き そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした何を意味しているかというと大体選挙旅行に出るとパウロは真っ先に向かうのはユダヤ教の宮に行きます街道に行きますそこから話をして福音を述べ伝えていきますこのピリピンには街道がありませんでしたユダヤ教を信じる人がほとんどいなかったそこにあったのは女性たちの祈り会です数名が集まって川岸の方で 祈り会をしている。なので、パウロもちょっとびっくりしたかもしれないです。神様、こんな大きな幻を見せてくださって言ったら何、何、数名の女性たちの祈り会ですかっていう感じだったと思うんですね。がっかりしてたかもしれないです。14節リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラッシュの紫布の証人で、神を敬う人であった。 主は彼女の心を開いてパオロの語ることに心を留めるようにされたその数名集まってた女性の祈り会の中にリディアという女性がいたんですねもともと昭和ジゃのトルコのティアティラ出身ですけれども紫の布を売る人だっていうふうに出ています当時紫の色っていうのは貴族の色です 貝殻から取るのが非常に難しい色だということで貴族たちが来ていたんですねこれ現代風に言えば最近貴族が来てるスーツっていくらぐらいしますか天皇陛下とかが着てるスーツいくらぐらいするんですかね数百万単位かもしれませんけど普通にこれ現代風に言うと30万40万ぐらいするブランド品を売ってる人ですリディアさんはそういう貴族が来てるような服を売ってる女性であります 神様が彼女の心を開かせてくださり、福音を受けさせてくださった。彼女が恵みを受けたわけです。そして15節。そして彼女とその家族の者たちがバッテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だと思い出したら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、 無理やり私たちをそうさせた。この日本語の聖書の方が表現が強いです。無理やり来させたっていう。すごいなんかあ迷惑をかけたようにも少し聞こえますけれども、それほど強く彼らに進めた。うちに来てください。止まってください。ジョン・ストット牧師がこの箇所を黙想しながらこんなことを言いました。誠に心が オープンにされた解放された時に彼女は家を解放したんですね心が開かれて家もオープンするようになった私が主を信じるものだと思われるのでしたら判断されるのであれば私の家に来てお泊りくださいこの意味っていうのは 私の家に来ることによって借りを作るという,うに思わないでください。お返ししなくても全然大丈夫なんですよ。私は神様のために使えていますからという意味です。心の負担は一切持つ必要はありません。I'm doing this for God。あなた方にもてなしすることは、神のために、神の栄光のためにやっていることですから、私が本当に神を信じるものだったら、気を楽にしてきてください。リラックスしてください。 すごい皆さん、最近、すみません、きょちょっとネガティブなこともいくつか言ってますけど、最近、クリスチャンであっても、あまり気楽に信仰のことを分かち合えないクリスチャンが今日はたくさんいると思います。クリスチャンと会って、伝道のことについて話していたら、その人が、ああ、あまりすごい心の負担になるので、伝道のことについて話すのをやめましょうという、そういうクリスチャンたちもいます。 である人はクリスチャンの中にどこかでなんか話がこっちに行って献金の話になるとああ、献金の話、献金あんまりしたくない、献金の話やめましょうというのはクリスチャンたちもいます。だって自由に神様を愛するがゆえにこういうふうにいきましょうというのを自由に語れないクリスチャンが周りにはいます。でも本当に純粋な信仰を持っている人と一緒にいると自由に分かっちゃいます。自由に、その思いを。 もっと伝道したいね。もっと主のためにこれやりたいね。純粋に分かち合いができます。リディアが言っているのを見てください。本当に私が神様を信じて愛している人だと思うんでしたら、Relax Relax 一緒に語り合うことができますよ。パウロたちはその家に行って、泊まったことだと思います。でパウロたちが この幻を見てこのピリピの町に来ますけれども、すごい幻だったのですごい収穫が待っているのかなと思いきや、16章全部見ると、救われた2家族しか出ないんですね、このリディアの家族と、その看守の人、その家族が洗礼を受けた2家族しかピリピで救われてないない。 パウロから見れば、ちょっと意外だな、神様はちょっと意外ですね、その幻のスケールとこの救いのスケールが全然違うんですけど、思ったかもしれないです。このピリピで何があったのか、なぜ神様はわざわざこのピリピに導かれたのか。ピリピはマケドニアの主,導主要都市でしたけれども、やがてパウロの一番の支援者たちになりますピリピ教会というのは。一番の支援教会になります ピリピ賞を見てください、皆さん。ピリピ賞。ピリピ4章15節見てください。ここでパウロが書いている手紙の内容ですが、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた時にときに、私がマケドニアを出たときに、をやをやり取りして、私の働きに関わってくれた教会は、 あなた方だけで他にはありませんでした。マケドニアから選挙旅行を続けるときに誰もパウロのために献金をなかなか捧げてくれなかった。誰が捧げてくれましたかピリピ教会、リディアがいた教会、その看守が一緒になっていた教会だったと思います。このマケドニアの教会がパウロを選挙旅行を支援してくれます。で第2コリントでもこの同じ内容が書いてあります。第2コリント8章なんかを見ますと、 コリントの教会の人々に対してパウロが、イエルサレムの信徒たちのために献金しましょうって言ったときに、実はマケドニアの信徒たちは、自分ができるレベル以上の献金を捧げてくれたのです。マケアドニアの中心、ピリピです。神様は、この出会いを通して、パウロたちの宣教を支えてくださる。そういう意図があったって、計画があったことを知ることができます。なので、今日見ると、 精霊様の導きによってこのようにパウロたちの必要が満たされ癒しが与えられているのを見ることができます今日のメッセージを結論に持っていきたいんですが今日の箇所15節もう一度ちゃんと見てください15節に今日の箇所の15節ですね私の家に来て お泊まりください。英語では stay という意に出ています。このギリシャ語単語がヨハネ15章でイエス・キリストが言ったところにそのまま使われています。私はブドウの木、あなた方は枝です。私にとどまりなさい。stay in me。英語では abide in me と言いますけれども、このとどま,まりなさいというとまってくださいというその単語が使われています。私に とどまりなさい私に憩いなさい。休みなさいという単語であります。メッセージの最初に言ったビジネスパートナーが衝突して別れるとなかなか心を休めることができないという話をしました。なぜ相手よりも成功しなきゃいけないので心を休められないです。誰かと別れても 自分の心に少しでも野心があるならば休むことができないゆっくりなぜ相手よりも成功してうまくいかなきゃいけないからでも今日パウロの場合はバルナバと別れて選挙に出ますが精霊様がストップをかけられますパウロ一瞬焦ったでしょう,うわっ選挙の働きここで止めちゃいけないんだけどな精霊様が止められます一旦止められますそれで別方向に行かせますね そして、ピリピに行かせて、パウロを少し休ませますリディアを通して。休みを与えられます God is letting Paul take some rest in Philippi. 神様の休息を与えられます皆さん、私たちが本当に休むためには、イエス様が必要であります イエス様に来る必要がありますイエス様にとどまる必要があります週末にも休日なんだけど心まで休めてない人ってたくさんいますなぜ休めないのか分かりますか常に自分をアップグレードさせなきゃいけないと思うと資格を取るとか仕事仕事仕事モードになります休日なので休日休めずに次の日のことを考えちゃって全くリラックスできてないなぜですか 私の人生うまくいかなきゃダメなのねっていうプレッシャーがあります、すごい。休めてないです。イエス・キリストに来る必要があります、本当に休むためには。私のところに来て止まってください。幸福度が一番高い国、フィンランドが5年連続で選ばれてるんだそうです。フィンランド、その秘訣は何だろうかある新聞記者が実際にフィランドに 行って住んんでたんだそうですそその秘訣を知るためにそしていろんなことを見たんですが自分がフィンランドであったすんごいお金持ちの人がある日ベイビーカーをちょっと大変な押しながら坂道を上りながら電車を乗りに駅に向かっていたんだそうですそれを見てああって思ったんだそうです秘訣はこれかなっていう。 フィンランド人たちに聞きますと一番の幸福度の高い理由はどこにありますか自分たちは他の他人と自分の人生を比べないんだそうです自分の人生を比べない他の人と自分の年収は自分の年収相手の年収は相手の年収自分の人生は自分で生きるあまり比べないだから何かリラックスして暮らしているような光景がそこにはあるんだそうです 皆さん、イエス・キリストが私たちに、私にとどまり休みなさいとおっしゃられたその意味というのは、イエス・キリストが私たちの代わりに、私たちの罪のために代わりに十字架で亡くなられ、三日目によみがえられた。そしてそれによって私たちの人生が終わるときに、私たちの人生そのものを見て、 この人生は成功した人生ですねっていうふうに反抗をしてくださるっていうのが福音のメッセージです超ドリューの人生決して人間的に見ると完全な人生ではないですしかし私がイエス・キリストを信じることによって私の人生が明日来週終わったとしても終えた時にはイエス・キリストが私の人生の上に成功した人生というふうに反抗をしてくださるということですなぜ私が救われるのは 自分の義ではなくてイエス・キリストの義を通して救われるからです。天国に行くからです。この福音メッセージが心の奥底まで浸透していくと私はもうすでに達成しています。<laughs> 意味がわかりますか私は43歳、あと何年生きるかわかりません。でも関係ないです。1年生きるか30年、40年生きるか関係ないです。私はイエス・キリストにあってもう達成してるんです。仕事 ベストを尽くしますよ。もちろん自分に与えられた仕事、ベストを尽くします。ギブアップするわけではありません。ただ、ベストを尽くせばそれでいいんです。結果は精霊様の御てにかかっています。なぜ福音が私たちの価値をもう証明してくれているんです。Jesus already proved your worth。私たちの価値をもう証明してくれているんです。それを知ると知れば知るほど 精霊様の導きに従ってついていくことができますうわ、成功しなきゃいけませんではなくてもう成功している福音を知っている人はそれについていく信仰が与えられるということですなので私たちもその福音を知る信仰を持って精霊様が導かれる道を歩む教会になることを願います一緒にお祈りとさせます天の地なる神様 今日、使徒の働き16章を通して、使徒パウロが新しいチームメイトが与えられ、また、また、幻を通してピリピリに導かれた話を聞きました。私たちの人生の中にも、主が止まりなさいという時があります。そっちに行ってはならないという時があります。時には不思議に思うことでしょう。なぜ神様が止められているのか。それはもっと良い道を示されるためであります。 それを信仰を持って私たちが待つことができるでしょうかそして信仰を持ってそれについていくことができますでしょうか主をどうか私たちに福音によって神様が一番良い道を備えてくださっているというそれを信じることのできる信仰を私たちに与えてください。そして迷いなく精霊様の声であるならそれについていくことができますようにこの教会も主がくださる使命を持って前進できますように助けてください。 イエス・スキリストの皆によってお祈りいたします。